今週のおまけです。今週は忍猫さん、男性40代、お問い合わせはですね、この日本史上で最も尊敬する人物は西田さんにとって誰でしょうかということなんですが、これもなかなか大きな質問で難しいんですけれども、まあ、最近私がしたと思っているのはですね、徳川慶喜、徳川慶喜ではなかっただろうかという思いがあります。それはまあ昨年、まあ、いわゆる西郷どんなんかでですね、明治維新、まあ、明治維新をした薩長側の話が出ていたんですけれども、要は歴史観もね、かなり問題でしてね、つまり日本はもともと幕府がですよ、その薩長なんかの、この、よりも一番財政力もそれから軍事力も情報も持っていた。で海外で、いろんなことが起きていることを知っていたわけですね。でつまりあの当時の海外というのは中国シナで、この、大陸では大清国がですね、このイギリスにアヘン戦争でもうむちゃくちゃな状態になっている。そして負けて、領土を取られてですね、植民地化されていっていると、疎開が取られていっていると。で中国だけじゃなくてアジア全部がそうなっているわけですよね。でそしてその先兵と来たのがですね、まあ、グラバーはじめですね、イギリスの商人たちで、彼らが、この武器を調達してですね、いろいろこうやってきたんですけれども、要するにあの当時のイギリスなんかのやり方というのはですね、もう間違いなくあのフランスもアメリカも含めてですね、日本を、この他のアジアと国と同じようにですね、まあ、侵略しようと思ってるわけですよ。でその時に一番いいのは何かと、まさに薩長、この維新軍と、こちらのですね、政府が戦ってヘトヘトになってくれれば、ね、内戦で潰し合いやってくれれば一番ボンと取れるわけですね。でそういうことを世界中でやってきてるわけですよね。で徳川慶喜の一番 の疑問はですね、まあ、それだけの、この情報とそれから財政力も知恵も、能力もあったはずなのに、なんで一戦も交えずですね、まあ鳥羽伏見の戦いだけでですね、あとはもう大阪に戻ってそこから江戸に帰ってきてもう無条件降伏とやっちゃうと、まあとんでもないと、ということになってるわけですけれども、しかしもし慶喜が本当にですね、前旗本に号令出しですね、そして、幕府軍としてですね、政府軍と戦えば間違いなく勝っていたでしょう。で勝っていたかもしれないけれども、これなかなかですね、大きな代償をそれぞれ得ることになる。江戸の町もそれは焼け野原に当然なりますよね。でそうした時に、海外から、このどんどん入ってきたところにどうなるかと。でそこでおそらく慶喜はですね、もう後世、まあボロカス言われてるわけですよね。でところがそういう不名誉なことを言われることも覚悟の上で、一切自分はですね、その後何の弁明もせずずっと引きこもって、歴史の舞台から姿を消していくんですけども、もし慶喜がいなかったらどうなったかというと、今言ったようなことになりですね、明治維新そのものもなくなっていたと。日本の国が侵略されて、他のアジアの国々と同じようなことになっていた可能性大いに私はあると思いますね。でそしてこの歴史はですね、勝てば官軍側の方からですね、戦後の歴史も含めて書かれてますから、要するにそういう慶喜のそうした判断というのはですね、全く初めから否定されてるわけですよ。要するに徳川が悪い、家康も含めて徳川が悪かったという話でこの明治維新というのは書かれていますよね。でこれはちょうど、皮肉にもですね、戦後の日本と同じなんですよね。これも勝てば官軍で、その連合国が作った、歴史観である、まあ、東京裁判史観、まあ、それがずっとですね公式上日本の、戦後の歴史になっているわけですよ。でこれもまさにですね、本当の日本からすればそこまで一方的に日本が問題だったのかと。それよりも明治維新から初めてですね含めて、この欧米の列強のですね、まあとてつもない植民地主義、帝国主義というのが一番根本的な問題であって、で日本はそれに、欧米にまねて、その対応していったら結局欧米と戦争になったと。そして、日本ももちろん、問題があったとしてもですね、問題あるんですが、もっと問題あったのは欧米側じゃないかと。ところがその整理は全くされてないんですよね。
ですから、まあ、そういうことを考えると、徳川慶喜の話を、一つのきっかけにですね、もう一度日本の勝てば官軍式の、この歴史観価値観は、改めるべきではないかということを思うわけであります。ということで今週の巻でした。